マゼンタのバトルクラフト。チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マゼンタです。ということで、昨日のガチャ編どうでしたかね。ということで、その続きで最難関硫酸ゲットへの道のイベントをやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで行ってみたいと思います。行きます。俺は一切手を抜かんぞ。俺が行こう。あ、出てきました。かわいい。この状態で戦うの。え、かわいいかわいい。わちゃわちゃしてる。かわいいかわいい。めっちゃ速いじゃん。すごいすごい。そっか、ムーブだから最前列で戦うんだ。え、マジすごい。あ、かわいい。え、ちょっと待って、こっちの銀狼めっちゃかわいい。あ、すごい、ボーナスもらっちゃった。あ、すごい。え、嬉しい、めっちゃ嬉しい。あ、こうやって来るわけで、ニュー。あ、下に出るんだ。え、ちょっと本当にさ、あの、え、300。あ、これでもらえるってことね。ごめん、みんな教えてとか言ったけど、あの、これね。はい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 、わかったわかった。あ、めっちゃできるじゃん。待って、これ1個か。300で1個。ま、マジ。え、一個ずつなんだ。この期間限定イベント面白すぎる。これちょっとやりまくっちゃいそう。とりあえずまず、あの、この化石だよね。化石欲しいかも。うんうんうん。あ、これでスキル上げれるってことなんだ。ちょっと見ていいですか。すごい。この、SR 楽しいガスマスク作り化石なんですけど、リーダースキルは味方防御タイプの防御力が 15% 増加する。え、すごくない？今の時点で 15% ってすごくない？で、味方防御タイプの、移動速度が 10% 速くなる。すごい。これは欲しい。というか、この絵かわいすぎん。ちょっとやばい、かわいい。ということで、どん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 、あの、バトルしていきたいと思います。今のとこまだいけそう。このイベントめっちゃ良くない？あの、結構心配してたのが、短期があるまで、持つんだろうかみたいな。このバトクラの内容がな、ストーリー通りに進行してってたので、あの、内容を持つのかなみたいな話をちょっと心配をしてたりしてたんですけど、先日発表があった通り、2022年夏に、テレビスペシャルドクターストーン流水が公開されることが決まりました。やったー、パチパチパチ、イエーイ。ということで、そうだよね。それはこう、あの、前回の動画見ていただければと思うんですけど、そんな感じだからこそ、こういうイベントっていうのを、ちょっとこれはそれまでに、ワクワクさせるような内容なので、このもう この化石だよ、この化石。これのね、こうデザインとかも大好きだし、すっごい、これは運営さんたちも頑張って考えてくださったんだなっていう思いが伝わるので、すっごい嬉しい。はい、勝ちました。ということで、ちょっとこれは後で攻略していきたいと思います。いきます。いけるか、いけるか、いけ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 、待って待って、金狼先に出ない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 。ちょ、待って、みんな見えない、みんな見えないから、待って、怖くしない、待って待って、なんか怖くが死ぬ、待って待って、マリダスキル、リダスキル、え、むずい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 、あ、待って待って、むずい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 、あ、待って待って、あ、待って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 、もう待って、目は一方向しか行かないんだよ。待って、無理無理無理、リダスキル、リダスキル、リダスキル、え、無理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 、誰か助けて、無理無理無理、え、無理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 、マジで無理無理無理。あ、いけたかも、いけたかも、いけたかも、やったー、イエーイ。
あ、いけたいけた、よかったよかったよかった。うわーすごーい、ちょっとこれお気に入りになりそう。ルリルリやばいマジで。ルリルリ噛みそう。ちょっとなんかね、めっちゃ下のなんか体操になる。ルリ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 。あ、ラリルレロ、どっちもラリルレロのラ行か、全どっちもだからね。待って、勤労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 、頑張って、あとちょっとだ、頑張って。あ、すごい、やっぱ強いんだよね。うわすごい、てかめっちゃ早ない、めっちゃ早ない。え、ちょっとスクショここ待って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 、あ、そうそうそう、あ、もう失念、出撃してない、出撃、わからん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 、あー、もうちょっと待って待って、みんなみんな出て、みんな出て、もういいよいいよいいよ、ちょっと待った、はい、ということで、もう本当にミラティブ仲間さんのおかげでこの最難関素材硫酸月餅の道10をオードでクリアすることができました、イエーイ。ということで、はい、で、交換所、これですね。交換所結構溜まりましたので、ついに化石をゲットしたいと思います。この楽しいガスマス、ん?楽しいガスマスク作りをゲットします。いけ!え、なにこれ、何個かって、とりあえず1個ね。とりあえず1個いきます。報酬プレゼントに置きました。はい、わかりました。ちょっと待って、プレゼント、プレゼント。プレゼントはここかな。受け取ります、受け取りました、すごい、ちょっと待って、キャラ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 、防御にいるよね、はいはい、あ、かわいい、かわいすぎる、え、すごい、スキルが、味方防御タイプの移動速度が 10% 速くなる、これすごいね、え、すごいすごいすごい、はい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 、まあ、なかなかまあ強いよね。今 SR なのに今の時点でね、 HP ね、1900って強いよね。これはアリーナスキルが味方防御タイプの防御力が 15% 増加する。え、これ体重と似てる？体重どこ？体重、体重、うんうんうん、そういうことか。あ、じゃあもしかしたらそのぐらい増えるのかな。ちょっと待って、そうだよね、もしかしたらそんな風に増えるのかもね、はい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 、結構強い、リーダーとしても優秀かも、そうなるとね、体重に次ぐぐらい SR だけどみたいな。え、これさ、こっちの、はいはいはい、まあ若干そうだよね、 SSR と SR の差があるかなみたいな。でもこのスキルアップしやすいかなっていうところありますよね、そう考えると。どうしようかな、もう1枚、もう1枚だけあれしますかね、もう1枚だけゲットして、あの1枚ゲットすればスキルをレベルアップできるので、もう1回もう1個だけじゃあゲットしちゃいましょうかね、いきます、あー、ゲットします、はい、ちょっと取りに行きますということで、受け取りました。で、どのぐらい上がるかですよね、はい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 、じゃあ行きます、行きますよ、あ、結構上がる、すごい、移動速度がね、これいいかもね、本当に素敵だと思います、よかった、化石ゲットできたという、まあこんな感じでした。もう本当に今回ミラティブの方でいつも配信させていただいてるんですけど、そこでね、いつも見に来てくださるというか、もうこんなちょっとミラティブの方が YouTube よりもめちゃめちゃフランクな感じであれなんですけど、それでもね毎回来てくださるので本当にありがとうございます。まだミラティブで私の配信見たことないよっていう方はぜひミラティブの方で見ていただければなと思います。アーカイブの方も 2,3 日分は残るのかな、
って思うので、まずその生配信はちょっと私ゲリラ配信なのでミラティブの方はなので見れないけどもちょっと見てみたいなっていう人はぜひアーカイブの方見ていただければと思います。本当に YouTube みたいに手は込んでないのでそこだけはご了承ください。はい、ということで今回も最難関素材硫酸ゲットへの道10までオートでクリアできたところを一緒に見れて参考になったなとかまあ私も教えてもらったんであれですけどねよかったなって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価ボタン、コメントもぜひしていただけたらとっても嬉しいです。それでは